皆さんこんにちは、ふたラボの神野です。北海学園大学の佐藤です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。このコンテンツは学生からいただいた相談をもとに、明日からでも実践できるようなアドバイスやお答えを大学の教授である佐藤先生にいただくコンテンツになっております。佐藤先生は、特に創造性に関する分野を専門の研究領域としていまして、ゼミでは約40名以上の学生と普段一緒に企業の方と、実践的なプロジェクトを主にやってらっしゃったりもするので、そういったつながりで学生に対してアドバイスをいただけたらと思います。よろしくお願いします。早速質問をいただいているので読ませていただきます。3年生からの質問です。ありがとうございます。大学にあまり友達がいません。もともとあまり社交的でないこともあって、休日には一人でいることもしばしばです。特に大学に入ってから友達がかなり減ってしまったように思います。社会人としてコミュニケーション力が必要だと言われ不安を感じていますが、どうすればこんな自分を変えていくことができるでしょうか、という質問です。大学3年生ですね。大学で友達、僕もそんな多くなかったですけどねなんか大学に来ると友達減っちゃうみたいなのってあるだよね。関わる人は多いけど、なんか深い友達はそんなに多くなかった印象は、なんか社会人になると大学生よりもさらに友達が減るっていう感じはあると思うし、なんか友達は多分小学校とか中学校の時が一番多くて、どんどん減っていく一方みたいな、クラスがねこうないとか学校じゃなくなったら、やっぱ知り合う機会っていうのもね、なかなかこう減っていくから、そんなに普段も別に教室にはいるけど、関わりが深いわけでもないっていうか、あんましないか一緒にやることもないですしね、大学生って、なんか多くの人うっすらこの疑問感じてるよね。なんか友達減っちゃったけど俺大丈夫的なその感じはあると思うんだけど、多分なんか友達ってそんなにたくさんいなくてもいいかなって個人的にはこう思うというか、俺いつも言うのはその友達と仲間は違うよねみたいな話をこうするんだけど、その友達って簡単に言うと友情でつながってる人なんだけど、情でつながってる相手って結局感情的な付き合いの中だから、なんていうかな、すごくこうほあったかい関係にはなれると思うんだけども、逆に言うと情のない相手とは付き合わないってことの裏返しでもあるような気がするのね。結局自分の好きなやつとしか付き合わないってことだよね。でそういう人がいればいいと思うんだけど、なんかこう友情って社会人としてはあんまりこうなんか語弊あるかもしれないけど、あんまり大事じゃないっていうか、プライベートでね友達がいるっていうのは素晴らしいことだと思うんだけど、仕事で友達と一緒に何かやってますっていう人ってほとんどいないと思うのね。多分友達って多分こう慣れ合いとか情のこうなんてもたれかかり合いみたいなところが強いと思うんだけど、じゃあいざ何かあった時にじゃあ一緒にやろうぜっていう仲間感って本当にあるかっていうと、その価値観ってずれてることも俺少なくないと思うんだよね。すごく大切なのはその友情を持てる相手よりも同じ価値観とか同じ方向を向いて走っていける仲間がいるかどうかってことのが大事だと思うので、そうするとその友達なくても仲間がいるかっていうことを大事にした方がよくて、しかもその時の仲間って何十人もいなくていいと思うね。ぶっちゃけ一人パートナーがいるだけでもすごく素晴らしいと思うし、そうじゃないその相手と無理やりこう友情をこう交換し合うみたいなことを意識する必要はそんなにないし、社会人になるとその必要性もこうなくなってきてしまうのかなって感じがするかな。でも別にじゃあ友情というか友達が少ないイコールコミュニケーション能力が低いっていうふうな、つながりにはあんまりならないっていうことですよね。コミュニケーション能力って友達関係と関係ないような気もね。コミュニケーション取れるかどうかっていうことと友達がたくさんいるかどうかっていうのは一見近いような感じはするかもしれないけど、全然別のことだと思う、そもそもコミュニケーション能力って俺いつも言うんだけど、相手の意図をつかみ取って的確に答えられるかどうかってことであって、その賑やかにたくさん喋れれば友達が増えるっていう類のものをコミュニケーション力とは言ってないと思うのね。で特にこの質問してくれた人が意識してね、やっぱり社会人としてねコミュニケーション力が大事だよね、もう本当にそうだと思うんだけど、それはさっき言った意図をつかみ取るとかそっちの話であって、いわゆる社会人として身を処していくとか仕事をしていく上での必要なコミュニケーション力だから、友達を作る力がコミュニケーション力だっていうふうには思わない方がいいと思うんだよね。それとはもう別の話だっていうふうに考えた方が多分正確かなっていう感じはするよね。確かに、この社会人の上で社交的がどうかっていう話でもなると思うんですけど、この子もどうすればこんな自分を変えていくことができるでしょうかっていう思いの裏には、社会人としてのじゃあ仲間作りというか、
コミュニケーションの取り方ってどういったものがあって、どうすればそこが潤滑にうまくいくのかなっていう疑問もあるのかなと思うんですけど、仲間を作っていくときにはやっぱりこう自分自身も何かこう目的意識とか何かそういうのをこう持ちながらやっぱり動いていくっていうことは大事になるんですかね。仲間意識ってさっき言った言い方で言うと同じ方向を向いて走っていけるかどうかってことなので、はい、ということはどういうことかというと、自分がどっかに向かって走ってないとダメだっていうふうに、はい、そうすると自分がやりたいことっていうのが明確じゃないやつって、どんなに頑張ってペチャクチャ喋っても仲間を得ることって不可能だと思うんだよね、うん、自分がどんな考えを持っていて、どんなことをやりたいと思ってて、それと一緒その考えと一緒にやっていけるやつっていうのが初めて見えてくるわけで、と考えると友達を作る前に自分が何をすべきかとかしたいのかっていうことを明確にすることの方が大事だと思うんだね、うん、でそれを考えるときはたった一人だと思うのさ、うん、だから最初は自分が何をやりたいのかとか、自分って何者なんだろうみたいなことを考えたりするっていうタイミングがどんな人にも必ずあって、その時は賑やかでもないしエキサイティングでもホットでもないんだけど、でも自分を見つめ直すみたいなタイミングっていうのをみんな持ってると思うんだね、うん、でそれで何か動き出して、最初はたった一人で始めているんだけども、そうやって行動する中で出会った中で友達じゃないか仲間かがこう見つかっていくみたいな感じだと思うので、なんかたくさんの人と知り合う必要も付き合う必要もないと思うし、ぶっちゃけ一人でね、何かこうコツコツやっているっていうことから始めるっていうことの方がなんとなくこう正当な感じがするよね。やっていく中で例えば同じようなことやってる人とつながったりとか、うん、何かこう思い意思目的のところでこうつながる人と出会ったりとかして、どんどん仲間の輪が広がっていくっていうことは全然あることなので、ね、うん、そこは確かに大事ですよね。なんか友達が多い方がいいよねっていうのさ、小学生でも歌で歌うことあるよね俺そんなことないなっていうか、多かったら幸せだなとも思うんだけど、なんかこう友達なんてなんかそんなにいらなくないっていう風になんかこれ言うとね、めっちゃ寂しいやつみたいに思うんだけど、俺友達よりも仲間の素晴らしさをやっぱり知ってるから、同じ価値観で同じ方向向かって走ってて協力し合えるってめちゃくちゃエキサイティングだと思うのね。それって多分友情なんか超えた仲間感パートナー感っていうのがあって、俺それの方がかけがえがないような気がするのね。でそうすると安易にたくさん友達いるって言って知り合いがばっかり多い人なんかよりは、たった一人のパートナーとか仲間って呼べる人を持ってることの方がすごく大事だと思うし、やっぱなんかこう変にこうみんながね友達仲良くしてるからって言って自分もその輪の中に入んなきゃなんないみたいなことはあんまりこう強制圧力的に感じなくていいと思うし、そういう風な時にたった一人でねお弁当を食べるみたいなことがあっても俺は全く構わないと思うんだよね。そんなことを気にしている方が逆になんか変な感じがするというか、もったいない感じがする、うん、でもそういう意味では大学では結構まあゼミも含めていろいろ仲間の輪を広げる機会とか場は多分いっぱいあるそうだと思っていて、うん、僕も大学の時大学ゼミ活動にやっぱり一番力を入れていたっていう経験の時もやっぱ感覚としてはゼミ生は友達ではなくって、うん、そこは先輩も後輩も含めて仲間意識みたいなのが強かったので、やっぱその時間では結構友達って楽しいことはこう飲み会も含めてシェアできるけど、なんか仲間はそれだけじゃなくてこうきついこととか辛いこともシェア共有した上で一緒にこう乗り越えていけるみたいな、うん、なんかそこの達成感を一緒に味わっちゃうと、うん、もうなんか友情以上のなんか仲間意識っていうのはすごい強くなって、うん、それはもうかけがえのない存在になるので、それも別に数百人とかいたわけじゃない数人規模の組織だったので、でもそこの関係性は深いので、なんかそういう人と出会えたら素敵だなと思いますけどね、うん、実際にさ学生自分もねその自分のゼミ生とかで話しててよくあるパターンが、まあ、あるあるなんだけど、そのチームで仕事とかプロジェクトをさせると喧嘩するんだよね、はい、でうまくいかなくてそれぞれがなんか文句言いに悩みそうだみたいな感じで研究室で来るみたいなことってよくあって、で喧嘩すんだよみたいな話をね、うん、することがあるんだけど、その喧嘩とかコンフリクトね衝突葛藤が起きてしまうのは完全に友情を期待してるからなんだよね、うん、あいつ先生やってくれないんですみたいなこととかね、うん、協力してくれないんですとか期待に応えてくれないってことが裏切りに感じられて、そこで喧嘩始まるみたいなね。で期待って結局こっちの都合で期待してるだけだから、それってもう友情と同じことだよね、はい、友達だからこういうことは当然でしょとか一緒にやってくれるんでしょって思ってるんだけど、そうじゃない相手とうまくやっていくことのが大事で、あいつめちゃくちゃ嫌いだけど仕事上ここでは役に立つよねって思えることがすごく大事だと思うんだよね、うん、
仲間作りで大切なのはクールとか冷たいっていうことではないんだけれども、そいつが自分にとってどんな意味を持つ存在なのかってことを冷静に見極めることだと思うんだよね。それは冷徹に徹するっていうことではなくって、そいつとの関係性っていうのをどうやって作っていったらいいかっていうことをちゃんと考えるってことだと思うね、うん、友達ってこれ考えないじゃん。とにかく仲良くなろうぜと、うん、で仲良くなれないこと自体がまずいわけだから、お互い妥協しながら友達になっていこうぜみたいな感じがあるんだけど、それってそもそも無理があるよねっていう感じがするから、うん、じゃあ最初からそんなに無理して付き合う必要もないし、だから多分大学生ぐらいになると友達減るんだと思うんだよね、うん、無理して付き合う必要ないよねっていうのに気づき出すから、みんな大人になるしね、うん、で社会人になるとそれはもう一発の社会人だと もっと必要がないっていう風に感じるから、やっぱ友達よりもパートナーとか仲間の方が大事になっていくっていう風なことなんだろうなっていう、まあ、そこの変換期っていうか、どんどんこう自分にとって必要な存在とかは何かみたいなところのアンテナがどんどんこう張ってくるから、うん、まあ、必然的にこうなんだろう、浅い付き合いって言ったら語弊はあるけど、うん、まあ、その本当に友達付き合いみたいなものは、うん、まあ、必然的にこう減ってくるのは全然当たり前のことというか、うん、よくあることだからそんなに気に病む必要はないし、うん、まあ、それが別に友達少ないからといってコミュニケーション能力が低いわけではないから、うん、むしろまあこの子からしたら、そのなんか自分らしく動いていくっていうか、生きていく中で出会ってくる仲間が絶対いるから、うん、まあ、そことの出会いに期待して、うん、むしろなんだろう、変にこう周りに合わせて友達を無理やり作ろうとするんじゃなくて、うん、自分らしく進む中で出会う人を大事にしていくみたいなところを、うん、なんかこう気づくというか、そこのベースでこう動いていけたら何かね、うん、いい出会いがありそうですね、うん、まあ、友達が少ないってことは変でもないし、はい、もっと言うと仲間っていう別のその付き合い方っていうのがもっと素晴らしいことなんだっていうことを気づけば、はい、こんなことは悩みにもならなくなってくるんじゃないかなっていうふうに思うので、うん、ポジティブにとっていいことだとね、はい、思うけどね。ぜひそういうふうに捉えてトライしてみていただければと思います。はい、はい、ありがとうございました。はい、以上になります。こういった学生の悩みや質問は随時受け付けておりますので、動画のコメント欄でもいいですし、匿名がよろしい方は概要欄に貼ってあるリンクの方から質問をお送りください。またこういった制作に興味がある学生も今募集しておりますので、まあ、こういった撮影であったりとか編集制作に興味がある学生もぜひコメントやメッセージをお待ちしておりますので、お気軽にお願いします。ありがとうございました。